ゆうちゃまのひとりごと。ドラマ、それでも愛を誓いますか、を語ろう。どうもゆうちゃまです。松本まりかさん主演のドラマですね。このドラマはですね、ドラマではあるのですが、とても現実感、リアル感がかなりありました。誰かの生活、生き方を覗かせてもらってる感じが良かったです。もちろん撮影のカメラワークだったり、BGM を基本的にかけないとこなど、演出に力を入れてるのはもちろんあったんですけど、そこにすごく目が行きましたし、一シーン一シーンに目が離せなかったです。結構ね、広めに絵を撮ってるから、役者さんも結構挑戦的だったんじゃないかなと思います。なんか、キャラクターのみんなが恋愛の難しさに悩んだり、葛藤している姿が、とても見応えがありました。恋愛において定義はこうだっていう正解がないから、一人一人考え方も違うし、もちろん夫婦や恋人だけでなくて、人間関係においても言えることなんですけど、だからこそ人と人で会話をしていく、対話をしていくことが非常に大切なんだなってこのドラマを見て感じさせられました。スミスさんと竹織のラストの結末は個人的に自分は好きです。なんか賛否両論あると思うんですけど、会話していろいろ二人が悩んだ上であの選択をしたならそれでいいんじゃないかって僕は思います。納得してるならね、二人が。結局はお互いなんですよ。夫婦でも恋人でも。会話って大切ですよね。このドラマのメインターゲット層って、30代くらいの方を狙ってるような気がしますが、20代のゆうちゃまでも楽しめたので、ぜひぜひ若い方も見てみてほしいです。気になる方はね、見てね。松本まりかさんの演技は毎度、最高です。バイバイ。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。